アイマイミーマインミーです。はい、私は今なんとハワイにいます。イエーイ、念願のハワイです。さっきまで私大阪にいたんですけれども、大阪からガタンゴトンと1時間ぐらい電車に揺られて、なんとハワイにやってきてしまったんです。どこでもドアを使ったわけじゃないんです。皆さん見てください、じゃじゃーん。私は現在念願のハワイにいますと言いたいところなんですけれども、まず1つ目、台風が近づいていて波がやばすぎる。そして皆さん、もう2つ目、こちら目の前に見える海のようなもの、こちら湖なんです。海じゃないんです。そして台風だから本当に人がいなさすぎてやばい、すっからかんのワイキキです。まあさっきからね、お前何言ってんだって思った方、ちょっと待っといてください。現在はね8月27日なんですけれども、やっぱ8月のハワイってめちゃくちゃ高いし、航空券とかもホテルも、なかなか夏の夢のハワイに行けないな、時間がなくて行けないなっていう方、私がめちゃくちゃ超格安のハワイをあなたたちにご案内しますということで、藤原のミーの初のハワイ編スタート。それではですね、早速お腹空いたのでRカフェというところでご飯を食べたいと思います。ここのビーチの目の前にじゃじゃーん、Rカフェ。これはさすがにアロハすぎる。見てください、皆さん、カフェの目の前にはアロハナンバーの車。せっかくだからテラス席にしようかな、めちゃくちゃ暴風だけど。かわいいこのカフェ、お酒あるかな、お酒飲みたい。やばい、ここはハワイだから英語で喋りかけなきゃいけないかな。それでは皆さん、ハワイのワイキキのカフェにやってきたということで、じゃじゃーん、ハワイアンビールビッグウェーブを飲ませていただきます。やばい、マジで最高すぎるんだけど。台風の予兆やばすぎるけど、でも今ね、台風はまだ九州にも差し掛かってない感じなんだけど、滋賀まで来る、あ、間違えた、滋賀じゃない、ハワイまで来ますかね、すごくない。そして皆さん見てください、じゃじゃーん、どう見てもハワイアンカフェですよね、最高すぎる。そして目の前の景色はこんな感じ、大荒れの湖。それではハワイアンビールでハワイで乾杯、チアーズ。なんかここのハワイアンカフェは日本語が通じるみたいです、すごい助かる。あ、本当に今みお腹空きすぎて頼みすぎたんですけれども、こんな感じでね、パンケーキもあるし、ハワイアンプレートもあるし、あとフリフリチキンも有名だよねハワイで、あとはハワイアンカクテルとかお酒もあるし、最高なんです。ハワイといえば物価も高い、アメリカだからね、めちゃくちゃ高いんですけど、こちら一杯なんと800円、まあ観光地価格ですかね。でも本当にアメリカとかでこれ一杯多分1200円とか1500円ぐらいかかるから、ここのハワイはちょっと比較的安めになってるので、めちゃくちゃおすすめ。やばい、ここが流行っちゃう、ミーのせいで。乾杯。はい、もうここら辺でちょっと茶番はやめておきます。私は今どこにいるかというと、滋賀県にいます。はい、今滋賀にいるんですね。なんだけど日本で唯一のハワイに来てるんです。これはもうね、嘘じゃないの、本当にハワイだから。だからこの後もちょっとビーチに行ったりとか、ワイキキビーチなんですけど行ったりとかするので、ハワイの様子を皆さんにお届けしちゃいます。乾杯。やばい、お腹空いた。これはどっちが本当なんだか皆さん分かんないよね。藤原のミーは本当はワイキキにいるのか、本当に滋賀にいるのか、途中から分かんなくなってくると思うわ。下に水着も着てきたし、後で入っちゃおうと。隣にワンちゃんがいてめちゃくちゃ可愛い。それでは皆さん見てください、じゃじゃーん。やばい、めっちゃ美味しそうなんだけど。やっぱハワイといえばロコモコプレートですよね。美味しそうなんだけど、めちゃくちゃ。いただきます。ハワイだよね、ここは。滋賀じゃないよ、ハワイだよ。みんなさ、ワンちゃんとか連れてきてるから、地元の方なのかな。地元にこんなんあるのめちゃくちゃ最高じゃない。毎日来るんだけど。近くにテントサウナができるところもあるし、最近ミーサウナハマってるからさ、めっちゃ最高なんだけど。それでは黄身を割らせていただきます。やばい、いただきます。うん、うん、うまっ。みんな関西弁だから、やっぱ関西の人なんだね。まあ茶番が一回終わったということで、茶番ではないんですけれども、しっかりとハワイに来たんですけど、なんでここの滋賀がハワイ化が止まらないかっていうと、もともと琵琶湖周辺ってめちゃくちゃハワイ感あるよねみたいな感じで地元の人たちは思ったんだけど、なかなかこういうハワイアン的なカフェとかマリンアクティビティとかがなかったんだけど、ちゃんと行動に移し始めた人がいらっしゃるらしくて、ちゃんとハワイ化しようここって思ってる人だけじゃなくて、ちゃんと行動に移して
した人がたくさん増えてきて、本当に琵琶湖周辺がハワイ化してきて、こういうカフェとかマリンアクティビティだったりとか、バーベキュー会場だったりとか、あとビラとかキャンプ場とか、あとはマリンアクティビティもそうだし、サップとかもできるし、サップヨガとか、あとはフラダンス教室とかもあるらしくて、本当にハワイ化が止まらないらしく、もうここはワイキキらしいです今となっては。すごいよね本当に。あとねメインのビーチの方にも行くね。でそこでサップとかしたかったんだけど、今日はさっき電話したら台風の影響で今日はサップしてないんですって言われて、そんな台風まだ九州なのにとか思ったんだけど、今日はしてないみたい。いつか本物のハワイにも行きたいな。だからいつか本物のハワイに行くための旅行練習動画ですこれは。それでは2杯目はじゃじゃーん、ハイボール乾杯。酔っ払いすぎたらさ海に入れないから、2杯目ぐらいで我慢しとこう。夜ご飯も楽しみだし、ここら辺の居酒屋探さなきゃ待って、このロコモコプレートだけじゃ全然お腹いっぱいにならないんだけど、けど夜ご飯もあるし、この後水着になるからここら辺で我慢しとこう。それでは皆さん、ちょっと我慢できなくてこちらを頼んでしまいました。じゃじゃんじゃじゃーん、やっぱりハワイといえばパンケーキですよねということで、私は今回バナナパンケーキを頼みました。美味しそうすぎるんだけど、これを食べてやっとエネルギーチャージが完了するので、パンケーキ食べ終わったら早速ビーチに行きたいと思います。パンケーキとハイボールって合うのかな。久しぶりにパンケーキ食べる。いっぱい生クリームをつけて、やば高カロリーすぎる。バナナもつけて、そしてアイスクリームをトッピングして、一口パンケーキの完成。いただきます。やばい、うますぎ、最高。ハイボール乾杯。意外とハイボールとパンケーキ合う。いい子は真似しないでね。ハワイなのに周りから関西弁が聞こえてくる、この不思議な感覚。うんま、やばい、パンケーキ空気だわ。あ、やば、スカートの上に落ちた生クリームが。最悪最悪。ちなみにこのワンピースね、知ってる方はいらっしゃると思うんですけれども、どこだっけな、カンボジアで買った700円ぐらいのワンピース、めっちゃ着てるから、これお気に入りなの。最悪。まあいいや、でも黄色いバナナと黄色のワンピースだからあんまりバレない。やばい、パンケーキ空気だけどさ、もうダメだ、水着姿をみんなにもう披露することはできない。もうお腹を見せれない、みんなに。乾杯。パンケーキってこんなに美味しかったっけ。生クリームが気持ち悪くなるかなとか思ったんだけど、全然気持ち悪くならない。やっぱハワイに来たらデブ活するしかないよね。パンケーキが空気すぎてラスト一口になっちゃった、寂しい。美味しすぎこれ、やばい。ごちそうさまでした。あー、お腹いっぱい。ということで今から10分ぐらいこの海岸沿い、海岸沿いではないけどこのビーチを歩きながらメインのビーチに向かいます。え、すごくない？これさ、知らなかったんだけど湖ってこんな波ができるの。え、これもう海じゃん。浮き輪を持っていくのが大変。今のところビーチには誰もいない。ユーチューバーなんですけど動画出てくれます？はいはい。こんにちは。あ、大丈夫？寒いですけど。今日波すごいですね。何さんですか、お名前は？名前はバルベスと申します。バルベス、バルベス君、はい、え、何人の方ですか？バングラデシュ人です。あ、バングラデシュ人。え、はいはい、バングラデシュ行ったことある？はい、大丈夫。楽しかった。え、なんで今滋賀にいるの？私は京都に勉強するために行きました。あ、京都で勉強してるんだ。はい、日本で勉強してる。あ、日本で勉強、日本語上手。いや、まだまだ私は大学生です。あ、大学生なんだ。あ、こんにちは。マグラですの？はい、私友達。あ、お友達、はい、何歳ですか？25歳。24歳。え、同い年。24歳。24歳。え、今なんで滋賀にいるの？遊びに？はい、遊びに行きました。遊びに？やっぱここがハワイみたいな感じだから。ここハワイだよね。はい、ハワイだよね、ここ。でもこれは琵琶湖でも今海の同じですけど、これは海の同じですね。海と同じだよね。はい、水は多いね。波もすごいよね。ね、ここに山が見ることができますね。ここにこのサイドね、山も見ることできるしね。じゃあ京都から遊びに来たんだ。はい、そうなんだ。今月は夏休みだから、私は有名なところに
毎週に行きます。あ、そうなんだ、夏休みだからね。夏休みだから。私でハワイに遊びに来たんだ。来週から学校ありますだから。来週から学校か、頑張ろうね。はい、え、なんで日本に来たの？5月。なんで？わーい、わかりました。私は初めて勉強するために日本に来ました。それから日本で自分の会社を作る。あ、日本で自分の会社を作りたいんだ。作りたいんだ。あ、将来の夢。将来の夢。へぇ、日本で勉強したい。私たちは電気電子大学の電気電子部科で勉強しています。電気学科？電気、はい、電気電子大学。電気電子、あ、物理とか。はい、私はエンジニア。あ、エンジニア。そうなんだね。その国で、専門学校で卒業しました。その後日本。あ、専門学校卒業して日本に来たんだ。同じ年だから、24歳、25歳だから。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。バングラデシュ、大好き。はい。私も日本人も大好き。あ、本当？それとそれ、どっちが嫌いですか？え、今日でもちょっと汚いね、湖。ねえ。あ、どっちが、そこで石も多いね。確かに石も多いね。ここのユルとセンマチンとどっちが嫌いですけど、あなたあのキムチで。こここっちこっち。私も。いや、バングラデシュの海よりもこっちが綺麗。バングラデシュの人が多いね、だからちょっと。そう、バングラデシュ人が多すぎる。ありがとうございます。ありがとう。ハワイ楽しもうね。アロハ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 。バイバイ、ありがとう。あなたのチャンネルの名前は何ですか？藤原のひらがなで、YouTube 見る？はいはい。ひらがなでふ、打っていい？ひらがなで藤原の、あ、これ藤原のみ。サブスクライブしてください。あ、サブスクライブ、はい、やった、はい、ありがとう。あ、本当に、はい、ありがとう。あ、インディアも行ったことがありますか？はい、そう、藤原のみ、これサブスクライブ、はい、ありがとう。はい、楽しもうね、アロハ。写真撮ろう、いいよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。私の友達一緒に。あ、一緒に友達もね。え、日本何年目？はい、何年か。3ヶ月。はいはい。オンリー3 months？ はい、オンリー3 months。 え？日本語上手。え、勉強。え、3ヶ月で？3ヶ月だけ。こんなに喋れんの？5月来ます。5月に来て？はい。こんなに喋れんの？はい。え？すごすぎでしょ。ハワイね。ありがとうございます。ありがとう。楽しんでね。バイバイ。ありがとう。それでは皆さん、15分ぐらいせっせかせっせかこけながら歩いて、大見舞子の中浜水泳場というところにやってきました。ここがメインというか、もうここがハワイと言われてる場所なんですけれども、早速ね、ちょっと水着になって泳いでいきたいと思います。周りに今バーベキューをしている方々とか、あとはギャルとヤンキーではないけど、ギャルとギャル王たちがね、目の前で浜崎あゆみをね、爆音で鳴らしながらお酒を飲んでたりしてる。楽しそう。それでは皆さん見てください。じゃじゃーん、ハワイにやってきました。え、やばくないこれ。え、ちなみにさ、みんな聞いて、めちゃくちゃリゾート地あるある。もうここはね、リゾート地です、正真正銘の。なんでかというと、今はもう後ろにいないかな、あ、ちょっと遠くの方にいらっしゃる男女組見えるかな。ギャルが3人ここの浜辺にね座ってたんですね。そしたらギャル王が3人ナンパしに来て、でそのギャルのうちの1人は子供、ちっちゃい子供を抱えてたんだけど、めっちゃナンパしてて、ナンパもしちゃって、正真正銘のリゾート地すぎでしょ。ということで、そんなナンパを横目に見ながら、私は氷結を飲んでいきます。それでは皆さん、ハワイにアロハ。あー、うん、まナンパを横目で見ながら飲む酒はうまい。すごくない？ほら、後ろの方々ちゃんとナンパ成功してるんだよ。これは海マジックですね。海にいる男はかっこよく見えるんでしょうか。だってこういう歌あるもんね。港を愛せる男に限り、悪い男はいないよなんて。やっぱ港を愛してる男はナンパも成功するんですね。かっぱい。あー、うま。それではミーも負けじと海で遊んでいきたいと思います。お腹ぽっこりになってるけど、この上のレースを着たらちょっといい感じにモザイクかけずに済みそうです。よし、遊ぼう。やばい、バーベキューのいい匂いがめちゃめちゃする。お腹空いてきた。ミーも夜ご飯早く食べたいな。
湖って本当にこんなに波があるんだ。それでは皆さん、琵琶湖の豆知識なんですけれども、皆さん耳をかっぽじって聞いてくださいね。やばい、ちょっと携帯もマイクもあるから絶対に濡れないようにしなきゃ。なんと皆さん、ここの琵琶湖の歴史なんですけれども、400万年前に、400万年前だよ、やばくない？400万年前に今の三重県で浅くて小さい湖ができて、そっから断層運動って言って、なんかまあ湖ができる運動があって、今の琵琶湖の形になったらしいんだけど、これぐらい大きくなったのは40万年前らしくて、もう昔すぎて全然わかんないんだけど、感覚が。で、皆さんも知っている通りに日本一大きい湖でーす。やばくない？湖っていうことはさ、この水舐めてもしょっぱくないってこと？どう見ても海だけどしょっぱくないんだ。ちょっと味見してみます。いただきます。本当にしょっぱくないんだけど。すごい。マジでしょっぱくない。本当に不思議な感覚で、この琵琶湖は日本だけじゃなくて世界的に見てもめちゃめちゃ歴史が深い湖として、歴史の持っている湖だし、すごいよね。海じゃんこれ、最高。でもよく水を見たら、よく見なくても分かると思うんだけど、結構濁ってて、ハワイのあの海のような透き通った海ではないんですね。で、調べたら1970年代ぐらいに工場が周りにできちゃったらしくて、工場の排水とかで汚くなっちゃったりとか、家庭用水がここに流れ込んじゃったり、あとは栄養分というかプランクトンが大量発生しちゃってすごい濁っているから、市民全体がね、水質向上のために取り組まないといけないことに今なってるらしい。でももっとさ、透き通った海になったら観光客もたくさん来るだろうし、ハワイアンカフェとかもたくさんあって、テントとかビラとかもたくさんあってさ、マジでもっと観光地化してよくない？ここ、みんな知ってた？滋賀がこんなハワイ化してること、最高なんだけど。もうちょっと晴れてたらな。周りを見ると大学生の子たちが多いのかな。やっぱ京都とか大阪から1時間ぐらいで来れるし、京都からだったらめちゃくちゃここ近いのね。だから今夏休みの学生さんたちがたくさんバーベキューしてるのかな。楽しそう。やばい、ちょっと待って。でもさ、波がすごすぎて酔ってきたんだけど、船酔いみたいになってきた、気持ち悪い。やばい。夕暮れ時になってきて、ハワイのワイキキビーチも人がねどんどん去っていて、寂しい感じになってきました。そして皆さん見てください、ヤシの木ならぬ松の木です。そして向こうの子たちはね、ビーチボールで遊んでて楽しそうですね。あそこのナンパ組はどうなったんでしょうか。そして私は一人寂しく乾杯。あーうまー。そろそろ夜ご飯でも食べに行こうかな。ここら辺のレストランはめちゃくちゃ閉まるのが早いらしくて、8時とか9時とかに閉まっちゃうから早くおいでって言われたんだよね、さっき電話したら。旅系 YouTuber をしていて、でいろんな世界中とか日本各地に行ってるんですけど、ここが滋賀県 あのハワイって聞いてやってきたんですけど。どこからですか？あ、東京から来ました。でも出身は岡山なんですけど。そう、あのお姉さんたちどこから来たのかなと思って。関西ですか？関西。あ、関西なんですね。やっぱここがハワイって聞いて来たんですか？ですか？普通に琵琶湖に遊びに来たって感じで。あ、そうなんですね。私はここがハワイになってるって聞いて来ました。でも今日天気悪いですね。そうですね。そうですね。あんまりいいですよね。ナンパされてました？なんか遠くから可愛いお姉さん3人組ナンパされてるなと思って見てたんですけど。なんか喋りかけて。喋りかけられて。ハワイの男どうでしたか？ハワイの男。ハワイの男どうでした？結構でもワイルド系ですよね。あ、いかつい。楽しかったですか？あ、全然。結構20-30分ぐらいいませんでした？結構ずっと。あ、結構もうあのノーみたいな感じだけどずっと喋りかけてくるみたいな。あ、居座るからな。あ、居座るんですね。自分たちのとこかのように。あ、そうだったですね。結構長い間絡まれてるから、なんかこの後とか誘われてるのかなと思って見てました。帰ります。帰ります。かわいい。何歳ですか？こんにちは。かわいい。はじめまして。ご飯食べて帰るんですね。じゃあ、あのワイキキボーイたちに絡まれすぎないように気をつけてください。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。湖で遊びすぎて疲れちゃった。早くビール飲みたいな。歩いて帰ります、宿まで。
わあ見てすごくない？別荘っぽいよこれ。めちゃくちゃでかい、大豪邸だ。そして右側にはグランピングができるテントもあったりして、見て、松の木じゃなくてヤシの木があるよ。ここはハワイに見えてきた。晴れてるハワイが見たいよ。明日天気にな。あれ、晴れだ。それでは本日の宿に戻ってきました。湖に行く前に一回チェックインしてきたので、もうお部屋を見てるんですけれども、ちょっとルームツアーしますね。じゃじゃーん、本日の宿です。 J ホッパーっていうね、ゲストハウスかな。それでは本日のお部屋のルームツアースタート。ルームツアーというか、もうお部屋がこちらです。せーの、じゃん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 じゃーん、和室のお部屋です。最高すぎる。でお布団を引いて寝るっていう感じですね。ちょっと散らかってる、すいません。チェックインしてからね、メイク直しとかしてました。で外の景色はそんなに良くはないんですけれども、じゃじゃん、こんな感じで目の前にテニスコートがあるのかな。ということでこちらで一泊します。やばい、急に冷房の入った部屋に入ると寒すぎる、びしょびしょだから。それでは今から着替えて居酒屋に向かいます。ちなみにこちらの一泊のお値段はなんと、じゃん、7000円でした。で大浴場もついていて、大浴場が11時までだから絶対にお風呂に入ります。頑張って、酔っ払いすぎませんように。よし着替えよう、寒い。それではですね、皆さん本日の居酒屋がこちらです。居酒屋しまさんです。さっき予約したら、あ大丈夫ですよって言っていただいたので、ちゃんと席はあるはず。初の滋賀でのご飯楽しみすぎる。やばい、キンキンに冷えた朝でスーパードライ。乾杯。あーうまっ、ありがとうございます。有名人も来たんですね。興味ねえと。撮影は OK ですよって言ってたんですね。そうや、その当時はまだ7、8年前、10年ぐらい前。あ、10年ぐらい前にね、テレビが来たんだ。いただきます。もう有名になりすぎて、もうこれ以上店を辞めるから。もう6、お店辞めちゃうんだ。そうなんですね。今日作れないものがあったら言ってくださいね。今日作れないものがあったら言ってくださいね。大丈夫ですか？注文しても大丈夫ですか？注文は全然大丈夫。あ、本当ですか？だから出してるんで。あ、はい。なんか昨日まで手が動かなかったんだって。いただきます。うん、素敵すぎる雰囲気のお店。観光客多いですか？もう今ちょっとほら台風やし、ちょっと上がってた。そう、台風ですもんね。うん、そうですよね。台風の日に来る人いないですよね。人が全然いなかったです。琵琶湖のビーチにもあんま人いなかった。もう夏休みはもう終わりや。うん、お盆も明けたし。お盆やっぱ忙しかったですか？終わるまで忙しい。あ、ずっと忙しいんだ。人気店に来れてよかったです。滋賀の琵琶湖がハワイになってるって聞いてきました。とっても困るわ。とっても困る。忙しくなっちゃうから。あいつがやってることは違う。あいつ？友達や、友達の知り合いやんだ。知り合いがハワイ化にしてるんだ。それならハワイ化にしたらあかん。ハワイ化にしたらあかん。ここは綺麗な砂浜、白い砂、うん、青い松の木、うん、そういうのをやって、昔から空港名美なところで有名なのよ、海水浴場として。はいはいはい。勝手にあの人たちやってるけども、うん、僕らはそうは思っていない。若い人たちはそうは思ってるかもしれないけど。あ、そうなんですね。やっぱずっとここに住んでいらっしゃる方は途中からハワイ化になったら。ここは滋賀県の人間じゃないよ。あいつも滋賀県の人間じゃないよ。あ、そうなんですね。そう、ハワイ化にした方がいらっしゃるんです、代表の方が。ダイヤモンドヘッドに憧れて、ハワイに憧れてるからね。ハワイに憧れてね、ハワイ化を進めてるらしい。猫ちゃんがいる、かわいい。かわいい。野良猫？もうでもしまなきゃ、うん、牡蠣も美味しそう。ありがとうございます。やばい、美味しそう。お作り三種盛りです。やばい、美味しそうすぎる。2杯目はハイボール、乾杯。あ、ハワイはハワイのパールハーバーとか、うん、戦争でやれてるし、はい、太平洋の真ん中にあるから、あれは人工で作った砂浜なんやで。あ、ハワイのワイキキビーチも。そっか、人工で作られてるのか。ここは人工じゃないですもんね。山から白い砂が流れて、うん、本当にまさにそれは自然のことなので、うん、自然にできたビーチですもんね。私はおすすめでしたいですね。なるほど。村の人は言ってるよ。僕もそう思うし、村の人も言ってるんですね。やっぱその観光客がいっぱい来たら喜ぶことばっかじゃないっていう。そういうふうに思う人とか思わない人がいる。だから歴史とかあるやん、やっぱり。そうですね。ハワイ化だけを聞いたら成功してるんですか、そのハワイとして。知らないですか。あいつのとこはあいつのとこでやってるから。いただきます。そうそう。
トロトロで美味しい。やばい、目の前が幸せすぎる。焼き魚も頼みました。いただきます。大見前も食べたいんですけど、いいですか？焼き魚に食べたくなっちゃった。お米は先に飯だろうね。うん、先にやっぱ飯。うん、ご飯いただきます。いや、これ何回でもよそっていいんですか？よその1回ですか？なんておかわりが、あ、おかわり使って、あ、日本語使っておかわりこれしていいんですか？あ、ありがとうございます。でもないいただきます。最近ほら、お米が見つ、続きまして、ハンバーグ。やばい、美味しそう。デミグラスハンバーグだし染み渡ってる。目の前で作ってくれました。ハンバーグ柔らか。いただきます。地酒とかあるんですか？地酒ください。滋賀のお酒でお願いします。はい、やった、ありがとうございます。なんていうお酒でしたっけ？松の花っていうお酒ですか？そうそうそう、美味しそう。酒蔵の名前、あ、酒蔵の名前か。こちらの滋賀の地酒いただきます。美味しそう、ありがとうございます。大丈夫ですか？うん、大丈夫ですか？大丈夫です。え、おチョコかわいい。おチョコめちゃくちゃかわいい。いただきます。どこのかわかる？どこのですか？何も知らない。何も知らない。教えてください。秋田の曲げわっぱや。秋田の曲げわっぱ。杉、杉。あ、杉。え、香りがめちゃくちゃ素敵。いただきます。乾杯。うーん、美味しい。そう、遊びながら勉強して知識蓄えてくれよ。はい、たくさん勉強頑張ります。ハンバーグ美味しすぎる。美味しすぎます。どうでもいい。普通じゃない。美味しすぎる。普通に作ってるんですね。すっごい美味しい。うん、美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しいです。超美味しい。昔のな、洋食屋さんの味はそういうんやで。うん、美味しい。よく来られるんですか？職場が。あ、職場が。へえ。高いから泳げるかな、うん、やばい。ちょっと皆さん見てください。じゃじゃーん、こちら明太子だし巻きです。こんな美味しそうなだし巻き卵初めて見た。まずはそのままいただこう。いただきます。24歳です今。ほら地酒めちゃくちゃ美味しい。最高。この杉のおチョコっていうのが最高すぎ。乾杯。酔っ払ってくる。いつからこのお店やってるんですか？20年越してるんだ。お店閉めちゃうんですか？なんで？お店閉めちゃうんですか？そうや。もう65になったんや、こないだ。引退しなあかんのちゃう？引退なんですね。来れてよかった。わからんけどな。いや、そんな有名なれへんと。沖縄の観光大使？観光大使なんですか？沖縄の置いてあるんだ。あ、そうなんですね。沖縄のご飯がね。え、ほんとな。感謝状がある。やばいです、エンジン全開。乾杯。うん、やばい。この最後飲んだ時の杉の香りが最高に美味しい。え、やばい、なくなっちゃった。乾杯。ありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったです。また来るので、その時までやっといてください。ありがとうございました。そう、うちリピーターが多いんやね。リピーター多くなりますよ。これは美味しすぎるもんだって。リピーターめっちゃ8割また来ますね。あ、そう、8割はリピーターなんですね。美味しいですもん。だってまだ食べたくなりますもん。帰ったらまだ食べたくなる、すぐ。タイト見ないのによく言うもう口が上手くてご飯で最近口が上手くないです。本当にそれぐらい美味しかったです。アナウンサーか、どうぞ。アナウンサーなりたかったです。あー、美味しかったな。ここのスタッフのおばちゃんもね、ちょっとぶっきらぼうな感じだけど、すごい愛のある方で、めちゃくちゃご飯も美味しかったし最高だった。で、 YouTube の話をね、ちょっとさっき最後してたんだけど、今まで通りに謙虚に活動するんだよ、そのまんまどんどん有名になってもスターになっても謙虚にそのまま行くんだよ、みたいなことを言ってくださって、本当に謙虚にね、今後 YouTube をどんどん伸ばしていっても
YouTube 人生をどんどん送っていってもね、謙虚に頑張ろうってまた改めて思いました。ありがとう、おばちゃん、美味しかった。また来たいから、その時まで絶対やっといてね。帰りは歩いて30分ぐらいかかるんですけれども、宿まで歩いて帰ります。お腹いっぱいすぎて今ちょっと本当に臨月ぐらいになっちゃってるから歩かなきゃ。パンパンすぎる。美味しかった。やばい、結構お腹いっぱいで苦しい。でも幸せ。ちょっと暗くて怖いんだけど。それではホテルに戻ってきたので、ホテルの自販機でね、本日のお風呂上がりのお酒を買っていきたいと思います。見てこれ、謎缶って書いてあるの。お酒が入ってるらしいから、 A の入ってますって書いてるし、ちょっと何か気になるから買ってみようと。何なの？あ、ほろ酔いなんだけど。あ、何が出てくるかわからないのね。はい、ということでですね、お風呂上がりました。気持ちよかった。大浴場だったんだけど、めちゃくちゃ綺麗なプールっていう感じで、今日もたくさん食べて飲んだし、しっかりとお風呂に入ってきてむくみを取ってきたけど、全然むくみが取れません。昨日も西成でね、結局8時間9時間ぐらい飲み歩いてたから、もうありえないぐらいのお酒を摂取したからさ、全然むくみが取れなくて、今日もたくさん琵琶湖で泳いでむくみを取ったつもりなんだけど、全然むくみは取れません。それでは本日も一生むくみまくっている私のね、肌は頑張ってもらわないといけないので、パックを押していきたいと思います。ていうかやばい、早くさ東京に帰らないと。台風が近づいてきてるから、明日早くチェックアウトして帰らなきゃね。でもさ、もう一回アロハカフェ行きたいんだよね。他にも何個かあるの。それではパックタイムスタート。気持ち最高すぎる。ということで皆さん、むくみまくって本当にやばいとか言ってるんですけれども、やっぱお風呂上がりの、せーの、じゃじゃーん。さっきのお楽しみボックスみたいな自販機で買ってきたほろ酔い。ほろ酔いとか久しぶりに飲むんだけど、でも美味しそうこれ。うん、それでは皆さん、本日も私の最高に至福の時間がやってまいりました。パックかけるほろ酔い、乾杯。うまっ、ジュースじゃんこれ。でも友達にね、ほろ酔いって 3% なんだけど、アルコール、ほろ酔い1缶飲んだだけでめちゃくちゃ吐いてる友達いたから、アルコール弱い方にとってはね、 3% でも辛いらしい。いやでもさ、今日居酒屋で素敵なね、店主さん、おばさんとお話ししてて、滋賀がハワイ化したら観光地化してたくさんお客さんも来るし、何も悪いことはない、逆にいいことなんじゃないかって思ってたんだけど、私社会学者として失格です。そりゃそうだよね。今までの滋賀を知っている方々とかは、ハワイのワイキキビーチとかは人工的に作られたものだけど、ここの滋賀の琵琶湖は天然で作られたものじゃん、人工とかじゃなくて。だからそういうハワイ化することに対して反対というか、ハワイ化別にしてないって思ってるんだって言ってて、確かにな、変化することだけがいいこととは限らないっていうね、視点をちょっと忘れていました。もう滋賀のハワイだとか言ってルンルンでね、テンションをぶち上げてたんですけれども、そっち側のね、意見もしっかりと耳を傾けれるような社会学者になりたいと改めて思いました。いやそうだよね、いいこともあるし悪いこともあるし。でも意外と男性の方、まあ、カメラ外で喋った方は、うわ知ってる、ハワイ化したから来た人もいっぱいいるんだよねみたいなことを言ってる人もいるし、関西の人でも、え、滋賀がハワイ化してるなんて言われてることを初めて知りましたみたいな、普通に琵琶湖を楽しみに来ましたっていう人もいらっしゃるし、まあでも本当に琵琶湖をハワイ化しようって言ってる山田さんっていうね、なんか代表の方がいらっしゃるらしくて、テレビにもその人ね、インタビューで出てたんだけど、ハワイのワイキキに憧れを持って、というかまあここをハワイ化しようって思いましたみたいな発言をしている人がいて、今日行った R カフェもあるけど、他にもいろんなカフェがあったりとか、あとはね、夏場もっとお盆シーズンとか土日とかだと屋台があったりとか、フラダンス教室があったりとか、あとは殺法している人たちも普段はたくさんいらっしゃるらしくて、今日はめちゃくちゃ運が悪い日ねって地元の人に言われました。今日は人も少ないし、台風も近いし、お盆明けで結構人も少ないしっていうところだったんですけれども、めちゃくちゃ天気のいい土日とかになると、もう本当にハワイ、ここはハワイって言っても過言ではない、過言ではあるみたいな感じになるらしいです。乾杯。うますぎ。それではですね、皆さん、明日もハワイアンなカフェにね、行きたいと思っているので、そろそろ出たいと思います。昨日もお酒を飲みまくり、西成で8時間以上ハイボールを何杯何十杯飲んだんだろうって感じだし、肝臓も結構弱ってきてるので、今日はほろ酔いで我慢です。これを飲み切ったら寝たいと思います。それでは皆さん、明日この宿は12時チェックアウトなんですけれども、12時チェックアウトにしてたらモーニングとかも行けないし、そこのねカフェで午前中はモーニングしてるらしくて、朝ごはん食べたいから
から9時10時には起きたい。遅くても10時半とかにはこの部屋を出たいから、まあ9時半だね。目標9時半に起きます。それでは皆さんおやすみ。美味しかったな今日のご飯。お腹いっぱいすぎて一瞬で寝れそう。でも待って、やっぱ寝る前に、最近本当に食べ過ぎてやばいから腹筋だけして寝たいと思います。くびれを作らなきゃ。夏が終わるっていうのに、夏までに5キロぐらい痩せて水着もモザイクなしで撮影しようと思ってたのに無理だった。はあ、おやすみ。おはようございます。おはようございます。やばい、めちゃくちゃ寝た気がする。すっきりする。現在の地獄はやばい。朝ごはん食べたいから、12時チェックアウトだけど食べたい朝ごはん。せーの、じゃん。やばい、本当にやばい。もう、朝ごはん間に合うかな。現在の時刻11時17分なんですけど、朝ごはん間に合うかな。食べたい、お腹空いた。今12時チェックアウトだから荷物をまとめてモーニング。モーニング間に合うのこれ11時って。やばい、5分以内に電話。皆さん改めましておはようございますからのめちゃくちゃ秘宝です。じゃじゃーん、本日もめちゃくちゃ曇り模様で、台風の予兆なのかめちゃくちゃ波が荒れてるけど、あ、カヤックしてる人いる。そして秘宝です。じゃじゃーん、こちらの R カフェ、昨日も来たんですけれども、ハワイを感じられる R カフェ、本日定休日。この看板の感じもめちゃくちゃハワイっぽいね。バーベキューができたりとかたくさんあるんですけれども、本日はなんと台風プラス定休日が重なって、ランチをというかモーニングを食べられる場所が一つもありませんでした。さっきから1時間弱ぐらい歩いたんだけど全然なくて、もう本当に全部閉まってたの。最悪。唯一の砦のあるカフェも休みだったし、山の上の方はめちゃくちゃ曇って霧がやばいし、朝ごはん獲得できず。でもやばい、お腹空きすぎて我慢できないから、宿になんかパスタとか自分で茹でれるキッチンスペースみたいなのあって、パスタとかご飯とかを買うことができるから、そこでご飯食べてから移動しようかな。何も食べずにこのまま移動できない。絶対にここで朝ご飯食べてやる。ピエールエルメモーニングしたかったのに。ハワイで天気悪っ。やばい、台風が来る前にマジで早く帰らなきゃ。私の宿ただいま。じゃじゃーん、ホテルの2階にキッチンルームがあるの、めちゃくちゃ助かる。ここで3分クッキングしようと。今日ここで自炊をする日が来るとは思わなかった。それでは藤原のみーのレッツクッキングタイム。大好きなカニトマトクリームパスタと、あとはこれだけじゃお腹いっぱいにならないと思ってハヤシライス2品を作ります。朝から2品作るなんていい女。ちょっと思ったんだけど鍋が小さすぎるから入れ替えます。パスタいってらっしゃい。これ沸騰できてんのかな。君たちもいってらっしゃい。それでは皆さん、私の朝ごはんが出来上がりました。やばい、これめちゃくちゃ料理できない人の朝ごはんなんだけど、見てください、真心込めて愛情込めて作りました。どうぞ。じゃじゃーん、本日の私の朝ごはんです。ハヤシライスを盛り付け可愛くしたかったんですけれども、本当にすいません、あのルーでお米が見えなくなってしまいました。そしてこちらはカニクリームパスタなんですけれども、世界一美味しそうですよね。そして目の前はこの景色を見ながら食べる、最高。いただきます。まずは目覚めの CC レモン、乾杯。あー、うまっ。うん、美味しい。パスタはいかに、せっかくハワイに来ているのにパスタとカレーを食べてるなんて本当に悔しい。うん、うまっ。うん、これ天気良かったらここでご飯食べても最高なんだろうな。ちなみに最後に琵琶湖の豆知識、琵琶湖ってどれぐらい大きいんだろうってさ、あんまり想像つかないじゃん。イメージつかないからどれぐらいなんだろうって調べてたら、東京23区より大きいんだって。やばくない？めちゃくちゃでかいじゃん。あの東京23区だよ。ってことはこの琵琶湖の広さよりも狭いところにあんなに人が住んでるって考えたらやばいよね。うん、いやね、天才だわ、料理うまいわ。本当に怒られそう、料理うまい方々に。うん、パスタなんて飲み物だわ、美味しすぎ。うん、じゃじゃーん、ごちそうさまでした。さすがにお腹いっぱい。あ、呼んでるタクシーから電話来た。あ、もしもし、はい、藤原です。あ、はい、あ、
時間かかっても大丈夫ですよ。それではね、タクシーが来るまでかなり時間がかかりますとのご連絡だったので待ちたいと思うんですけれども、昨日もそうだったんだけど、ここら辺タクシーの台数が少ないのかな。まずタクシー会社が第一交通っていうやつしかなくて、でそこに昨日も電話したら、まあ多分近すぎるお客さんでさ、まあコスパ悪いじゃん。確かにミーもここの宿から最寄り駅の大見舞子駅まで歩いて20分から30分ぐらいかかるんだけど、歩けばいいじゃんと思うじゃん。でもめちゃくちゃ荷物が重いのね。私沖縄から今回の旅始まって1週間以上10日間ぐらい旅に出ているので、その分の荷物がやばすぎて、でプラス雨も降ってるし 2,30 分さすがに歩けないということで、タクシーをねやむを得ず頼んでるんですけれども、まあタクシーで行ったら4分ぐらいで到着しちゃうところだから、まあ数も少ないしさ、こういうコスパの悪い客っていうの、4分しか乗らない客乗せたくないのかっていうか、まあ多分そうなんだけど、すごい断ってお願いみたいな電話がさっき来て、かなりお時間がかかるんですけどね、ちょっと今回はみたいな感じで言われて、いやでも私今回そのタクシーを逃すとマジで歩かないといけないので、30分ぐらいか歩かないといけないから、ちょっとそれは無理だわと思って、あお願いしますって言ったら、あ分かりました、じゃあかなりお時間かかりますので少々お待ちくださいって言われて、昨日も居酒屋まで行くとき、帰りは歩いたんだけど、行きはお腹空きすぎてタクシー行ったんだけど、その時もかなり時間かかるのでちょっと今回はみたいな言われたけど、10分ぐらいで来たのね。まあ、だからちょっと一回かまかけとかしてるのかな、どうなんだろう分かんないけど、ここがもし観光地化してというか、めちゃくちゃハイシーズンになって車で来ない人も多分いるだろうし、レンタカー屋さんも駅からめちゃくちゃ遠かったから、タクシーとかそういうね交通の便が結構悪いので、そこら辺もね課題となると思いますって思いました。ということで今からタクシーが来るまでレッツ集中タイムスターティンをしていきたいと思います。やばい編集やばい、全然進んでない、家族旅行の時に全然できなかったんだよね。それではレッツ集中タイムスターティン。それではですね皆さん、ちょっと待ってやばい疲れた、大見舞子駅に到着しました。無事にタクシーめちゃくちゃ時間かかるよとか言われたけど、15分ぐらいで来てくれました。ちょっとなんでこんなにハンハン言ってるかというと、この駅ねエスカレーターもないしエレベーターもないしね、このミーの大荷物を上り下り頑張って担がないといけないから、マジで大荷物の方は電車よりも車で来ることをおすすめします。ということで今から京都に向かいます。京都からしか新幹線が通ってないからね、京都まで1時間ぐらいかな。で電車も1時間に1本しかなくて、たまたまあと2分後に到着するんだけど、みんな気をつけてね電車で来る方は。疲れた、マジで今足がブルブル言ってる。てかこの後ろの電車めちゃくちゃ可愛くない？何これ、足がブルブルしてきたんだけど。それでは電車待ちます。あれあと1分後に来るんじゃないの？全然来る気配がないんだけど大丈夫？誰もいないしホームに。到着しました、こちらの新快速に乗って京都まで向かいます。これなんと姫路まで行くんだって、すごくない？みーの地元岡山の隣まで行くんだって。琵琶湖バイバイ、また天気がいい時、もっとハワイかというかハワイと違いがわからないぐらいの時にまた来たいけど、みんなチャレンジしてみてね。テントサウナとかもあるしサップもあるし何でも楽しめそう、また絶対リベンジで来ようと。特急に乗ったからめちゃくちゃ早かった、30分ぐらいで京都に到着。ということで今から新幹線に乗り換えます。それでは皆さん本日の動画ここまでになります。いかがでしたでしょうか？滋賀のハワイ、日本で唯一のハワイ、いかがでしたでしょうか？ということで私は今から東京まで新幹線でね帰りたいと思います。滋賀は新幹線が通ってないから普通列車で京都までね来るしかなかったけど、全然交通の便は良さそうかな、その部分では。まあね、夏が終わるまでに来れるか分かんないんですけれども、皆さんぜひ来て遊んでみてね。めちゃくちゃ楽しそうだったよ本当に。今回の楽しさが全てさらけ出せたわけじゃないけど、皆さん本当にめちゃくちゃ穴場スポットです、ぜひ訪れてみてね。それでは皆さん、私の1週間以上の長旅が終了しました。次の旅に向けて私はまた作戦を練って編集を頑張る日々をね送りたいと思います。それではみんなバイバイ、次の動画もお楽しみに。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ、バイバイ、次の動画もお楽しみに。やばい、あと1分で出発する。